武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学の政治経済の勉強について話していきたいと思います。政治経済ですが、時間60分に対して大問が3題出題されており、まあ、問題のほとんどは基礎知識があれば解ける日大レベルの問題が中心なんですが、一部その資料、統計データなどですね、押さえていかないといけないような問題が、出ておりまして、特にちゃんと点数稼ごうと思っている人は、この辺りの、まあ、統計の資料など、や時事対策をしておくと、いいかとは思います。まあ、ただそこがじゃあ取れなかったら合格点取れないのかっていうと、そういうわけでもないかとは思うので、まあ、基本的には日大レベルの完成を優先して、余裕があればそこを追加でやっていくという形でやっていくのがいいかとは思います。で、出来事の順番だったり、用語の、正確な知識、なんとなく知ってるってわけじゃなくて、ちゃんと覚えてるっていう状況に全体的な知識を底上げするように心がけましょう。なので回答の選択肢には見たことあっても、これが何のことかいまいちわからないなってことがあると、まあ、非常にまずいので、そのあたりですね、意識しておきましょう。で、出来事の順番に関しても似たような事柄に関しては時系列ちゃんと意識して、何が起こって次何が起こって結局どうなったっていう話を終えるように心がけてください。以上が政治経済の勉強となります。